こんにちは、速稼塾の久保です。池袋の事故ですけども、そうですね、リコール隠しでもトヨタがしてない限りは、車に不具合があったとしてもですね、これは運行前点検とか整備不良者ということで、結局はその車の所有者に最終的な責任って返ってくるような気がするんですけどね。だからブレーキとかアクセルとかなんとかっていくら言ったところで、それも込みで運転者の責任であり、それがあるからこそ我々も保険に入ったりするんじゃないかなと思うんですよ。で、事故ってのはね、自分が悪くないつもりでも被害者が生まれて、被害者から見ると加害者になっているってことなんで、その事実は動かされないところからやるべきなのかなっていうのと、あとはやっぱりね、罪の意識がありますよね。人をやってしまった、死なしてしまった、迷惑をかけたって罪の意識があったら無罪ですっていうふうに主張はね、心理的にかなりできないんで、あれはご本人の意向ではなくて、何らかの力で無罪を主張するように、もしかしたら、仕向けられたのかなとか、思っちゃいますけども、分かんないですね。現実は、飯塚幸三被告にどんな刑が処せられても失われた命は戻ってこないってことじゃないですかね。そして前回の動画でも言いましたけども、これを三審制ですから、さらにね、上告控訴する権利がもちろん加害者側にはあります。ただそれをすることによって、今後もですね、裁判に付き合わないといけない被害者の気持ち、人生、これがさらに第二審になっていくってことなんですよね。再出発ができない。もちろん加害者の方にも権利がありますので、その権利を行使するのか、それとも被害者の気持ちをおもんぱかって全てをここでね、生産して喪に服するのか、どうなるんでしょうね。気持ちは分からないでもないですね。やっぱり90を迎えて、全て順調にやってきた人生が、最後のね、たった一つの事故によって全部台無しになってしまうわけじゃないですか。なんともね、人生の最後がこんなことになってしまえば、今までの栄光は何だったんだろうかと思ってしまうところもありますよね。でもそれも込みで人生ですから、ゴール前で転倒してこけたら、それはゴールインにならないわけですよ。それでね、今回お題いただいたのは生きるってことなんですけども、私はその生きるっていうのはね、2つぐらい今引っ張り出してくるとすればね、あって、欲望の連続じゃないですか、生きるってことは。何かをしたいとか何かをしたくないとか、その欲望の連続が生きるってことを司っていると思うんですよ。基本的にはね、そうじゃない方もいると思いますけども、だからもう全部やり尽くしたかなと思った時に、人は緩やかに死に向かっていくのかなと思いますし、自分の病や不自由に立ち向かっていこうとする気持ちがなくなれば急速に死に向かうのかなと。つまり私は究極的には意志の力だと思うんですよ。唯物論、唯心論という考え方はもともとありますけども、物があるからそこに魂が宿るのか、精神が宿るのか、それとも何もないところに精神が生まれて、生まれた精神が濃くなって物質を生み出しているのかっていうね、そんな究極な二元論がありますけども、私は精神の方をね、信じるかなってことですね。何もないところから精神が生まれて、それが物体を形作って、錯覚という物体です。で、それが具現化されていって、世の中のあらゆるものを生み出し、最終的には全てが霧のように消えていくと。だからこの宇宙が膨張してるとしたら、どん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 薄くなっていって、最後は無に帰するのかなっていうところですよね。で、もう一つはね、人間の生きるとか死ぬっていう時に、じゃあどういう状態が生きているかっていうことなんですけども、それは自分以外の人の記憶にある時ですよね。だからイエス・キリストは未だに生きてるとも言えるんじゃないですか。2000年前の人だと思いますけども、未だに世界中のどこかで誰かが引用していると。いうところもありますし、兵法を書いた孫子もそうですよね。孫子も兵法ってものを当時作ったとされてますけども、いまだにそれが用いられて、あらゆるところで引き合いに出されているというところじゃないかなと思うんですよ。世の中にあまたある戦術の中で最も多く引き合いに出されて、孫子ってのはね、安らかに眠りたいところなのに、いちいちあの世から呼び出されて厄介なことですよね。でね、今回の動画はこういうふうにまとめようかと思うんですよ。人間は生きてる時にいろんなものを頂戴して、いろんなものを与えて、もらったりあげたりとかして生きてますけども、基本的にはもらったもので生きてると思うんですよね。で、死後は
多分与えたものが残るんじゃないかなと思うんですよ。だから自分の存在が死後あまり意識されないとしたら、与えることのなかった人生だというふうに考えればいいのかなと。イエス・キリストや孫子のように人類に与えたものがあればあるほど、いまだにその精神は語り継がれて、まるで本人がね生きているかのような、そんな扱いを受けるんじゃないですかね。例えばね、孫子がいまだに生きているとしても、私たちは別に会いに行かないじゃないですか。だから実際に生命体として存在してようが存在していなかろうが、その考え方が伝わってくればいいわけですよね。イエス・キリストも同じです。だからそういう意味で言うと、人は忘れられた時にね死ぬのかなと思いますし、意識していただいている以上は自分の意思に反して肉体を滅んでも生き続けるのかなと思いますけどね。そんなことじゃないですか。はい、いってらっしゃい。